はい、今日もあなたと百姓天国、本日は6月9ということで、はい、ね、先ほどこう植えて、今冠水したところですね、ビャーってやってね、で、こう刺したところに今ね、こうやって誘引をしようかと思います。意外とね、風、この今日ハウスね、締め切ってますけど、暑くなったらどうせあげると、やっぱりね、風が入るので、誘引はしてあげないといけないのでね。なのでよいしょと、はい、こんな感じでね、もう今日やっちゃおうと思って、はい、こうやって多分下まで刺せばね、おそらく大丈夫かなという気がするんですけど、はい、こんな感じね。まあこの後のその実がぶら下がった時の誘引はちょっと別に考えますね。なんかいい方法あったら教えてくださいよ。あなたならどうされますか？ね。この辺がやっぱりね、専業農家としては知恵の見せ所というかね、私もちょっと別に考えますけど、できるだけ簡素で。ね、上からね、なんかこう上からやるようだとちょっとね、芸がないかなと。なんか皆さん考えてくださいよ。こう、なんだろうね、なんかこう横にサイドに渡して簡単にできる何かみたいなね。別にそんな大したことではないと思うんで、パッと思いつくことがあればね、はい、簡単であるかどうかっていうのがすごく大事でね。よいしょよいしょ、はい、こんな感じでね、結んでいきましょうか。今日は寒いね、でもね。さあ、梅雨入りって感じでしょうか。でも明日晴れるんですよね。どんな感じになりますかね、梅雨入りもね。腹減ったな。今年の夏はどうなりますかね。まあこの感じでやっぱりさね、10月まで暑いっちゅうのは覚悟せんといかんもんね。絶対10月まで暑いですよこれ。ね、もう皆さん、我が祖国日本はね、夏は7、8、9、10ですよね。10月末までおそらく30度ね、超える日があるんだということをやっぱりね、もう覚悟した、それに合わせてね、我々も営農していかなきゃいけないっていう話なんじゃないですかね。去年そうだったもんね。11月入ってしばらく、11月の10日ぐらいまでは暑かった気がします。でいきなりね、11月の終わりぐらいにこの間までね、30度近くいったのが一気にね、10度来たかみたいなね、そんな話だったような気がしますけどね。恐ろしいですよね。まあまあ、よいしょ、人差し指がね、こうここまで動くんで、こう関節がこう曲がらないです、まだね。ちょっとしばらくかかるのかなって、あるいはもしかしたら一生曲がらないっていう可能性もあるんですけど。俺はもう覚悟ができてますから。農業をね、30年40年50年とね、いう単位でやって、5体満足ってね、僕はそれはね、本当にそれは運がいいことだっていうふうに思ってますから、指の1本や2本はね、俺は覚悟してやってますから。まあもちろん曲がるに越したことないですよ。でも俺は望んでないです、それは。むしろね、これで飯を食わせていただいてるんですよね。そんなに甘い話はないっすわ。何かを手に入れるには何かを支払わねばならんのですよ。
よいしょ。こいつ倒れそうやな。大丈夫か、おい。倒れんねえよお前。頼むぞおい。ねえ、やっぱ袋でやると安定しないもんね。うん、これがやっぱ意外と入れ方とかね、そんなそこまでノウハウを求められてもって感じがするもんね。やっぱりそう思うとプラスチックないだよね。お金かからないでいいはいいですけど。まあでもね、これでイチジクとかブルーベリーとかね、果汁を考えればこのサイズね、これでおそらくブルーベリーできますよね。できません？なんかよく見かけますもんね、このサイズね。これでやればブルーベリーできそうな。そう思うと別にね、これで100とか200買っといてね、あの地面に植えなくてもね、あのこれで路地に下にあの包装シート貼ってね、畑にね、あのどっか空き地というか畑の隅の方のスペースにね、きれいに管理してあげて包装シート貼って、それでこれを並べてね、であの全体を防虫ネットでね囲ってあげれば鳥は来ないしみたいなのをね、ハウスでやるのはちょっともったいないんでね、うん、路地でそれでやっていけんじゃないかなって気がしますよね。そしたらまあまあね、割と楽しいことになるのかもっていう気がしますんでね。はいはい、こんな感じでね、誘引までしてみました。今日はここまでですね、ナスはね。ちょっと 手間かけましたけども、これ土入れるのが結構ねきつくて、筆運ぶのも重かったしね、それがネックですね。一輪車にあの電動のやつがね、ウィーンって走るやつがあればもっと楽でしょうけど、そこまでやらないかな、ね。でもオーガニック不耕起でね、土を入れたりするのに、そういう一輪車になんか電動がついたやつ、モーター付きの一輪車は買ってもいいかもね。そうするとバン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 、あのスコップで自分で入れてファ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 こうやって入れていくっていうのがね、そんなにしんどくないようになるかもですけどもね。はいはい、以上でございましたね。こんな感じで、よいしょ。今日が6月9ね、あと3週間でね、トマトができてくれればいいんですけど、はい、これもちょっとそろそろまた見かけですねっていかんですね。はい、今 V 字仕立てでやってますけどね、 V 字ね、2本で仕立ててますけどもね。はい、以上でございます。はい、はいはい、ということでね。はい、早く色づいてくれるのをね待ちたいなと思います。かわいいね。はい、それではまた。